ということで、皆さんこんにちは、ナイトです。3つ目の缶が届きました。こちらが緑色のラグでございます。これがね、一番合うかどうか心配なんですよ。緑色で、なんかね、結構評価良くて安いやつとかだよ。Amazon で買ったんだけど、だけど色合い的にこのソファーの青と合うのかどうかっていうのがね、これ全く未知数。失敗の可能性大です。まあただラグ自体買うのも初めてなんで、引いてどんな感じになるのかも想像がつかない。まあとりあえずね、やってみましょう。おいっ、これ、これ引いたらもう大体この部屋は完了ですね。で、こっちにね、あの白いボックスを置いて本棚にして、前はね、こっちだったのよ。こっちに移しました。で、こっちはギト。さあ、来た。デリデリデリー、おいしょ、おいしょ。こちらの緑色です。あんまり鮮やかな色ではないんで、シックな感じではあるんで、ね、そこまで違和感はないと思うんだけど、あ、手触りはいい感じ。はい、こんな感じ。手触りはいいね。よいしょ。さあ、これをちょっと引いてみます。どうなるか。はい、引く前は今こんな感じですね。カーテンの色と、このソファーの色が青色で、木のテーブル、これがね、どうなるか。さあ、引きましょう。君はこちらに移ってください。これで、引くと。どうだ、色的に。あ、滑りづらすぎて。これで、こう。おっと。さあ、どうだろう。かもなく、不可もなくってことだ。かもなく、不可もなくだな。ただ手触りはいいね。はい、こんな感じです。どうでしょうか。まあ、なんとも言えない感じだな。これが北欧っぽいかって言われたら、まあ疑問符は残るけど、まあ一応ね、帰ってきてくつろげる部屋にはなったかなって感じですね。こう、あ、こう見るとちょっといいね。この画角から見るといい感じ、緑だと。これが、この後はどうこう、どうすればいいのかちょっと見当がつきません。どうすればおしゃれになるのかわからないですね。まあ一通り揃ったんで、これでこの部屋はいいかな。あとちょっとね、ここら辺整理してでやればね、生活空間は確保できるかなと思います。で、次はダイニングの方。ここもね、ちょっといろいろ炊飯器の置く場所とかも決めたいと思うんで、引き続き、改造計画はしていきたいと思います。北欧風かどうかはちょっと疑問符が残りますけど、まあひとまずは一旦これでいこうかなと思います。ということで、ぜひ楽しんでくれたグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。それでは、またね。バイバイ。